ロンドン高校協会は、イギリスのことをと歴史に関する学問と知識への、奨励、推進、助成を目的として設立され、1751年にイギリス王室の直挙を受けた、学術機関である。ロンドン、ピカデリーのバーリントンハウスにあり、事前団体としても登録されている。ロンドン高校家協会とも訳される。協会入り口高校協会の会員は、フェローと呼ばれ、 名前の後に称号として FSA をつけることができる。フェローは既存のメンバーにより選出され、そのためにはイギリスの骨董や歴史に関する知識に優れ、教会の名誉や活動のために貢献することが求められる。広告協会は他の多くの学会と比べてフェローの選出に非常に煩雑な手続きを取っている。推薦は教会の既存のフェローからのみ受け付けられ、 最低5名、最大12名のフェローによる彼らの個人的見解に基づいたこの候補者が立派なフェローになることを証明する署名を必要とする。その後選挙は匿名で行われ反対一票に対して賛成4票の比率で得票しなければならない。したがってフェロー制度は考古学、古等、歴史、 文化遺産の分野で重要な意味を持つと考えられている。最初の事務長は、ウィリアム・スタックリー、1687から1765であった。2015年現在、高校協会は会員数約3000名まで成長している。高校協会の前身である、高校大学は1586年に設立され、1614年に、 ジェームズ一世に禁止されるまで、主にディベート協会として機能していた。現在の考古協会の非公式な第一回会合は、1707年12月5日、ロンドン、ストランド通りに面した、バー、ザベアータバーンで開かれた。ジョン・タルマン、ジョン・バグフォード、ハンフリー・ワンディーによって構想された初期のグループは、アン・女王によるイギリス考古学の研究に対する援助を求めていた。 それは35冊の書籍のシリーズの出版計画を含むものであった。広告協会への提案はロバート・ハーレーによって進められたが、1708年、ハーレーが国務大臣を辞任し政府から離れると話は停滞した。話が進み出したのは1717 17年であった。会議の参加者たちは調査を行い史跡について議論をして、 重要な建物の荒廃に関する報告書を作成した。広告協会は、また、文章学、経府学等の歴史的文書について懸念していた。1751年、広告協会にその資材を投じ、長年にわたって副会長を務めることになるジョーセフ・アイ・ロフィは援助の獲得に成功した。広告協会は、写本や絵画、 工芸品の大規模なコレクションを集め始め、適切な施設ができるまでの間、それらを収容した。1828年の重要な絵画の大規模なグループの買収は、ナショナルポートレートギャラリーの設立に約30年先行した。ロンドン大空襲以降、広告協会は1946年から1962年まで毎年調査を行い、 ロンドンへの爆撃によってあらわになったローマ時代や中世の遺跡の発掘体制を数多く組織化した。その中の一つにロンドンウォールの北西の角にあるロンディニウムの一部である要塞の発見がある。調査結果は W. 海グライムスによって1968年にまとめられた。2007年、広古協会は創立300周年を記念して、 ロイヤルアカデミー・オブ・アーツで、メイキング・ヒストリー、アンティック・ウェリーズ・イン・ブリテン1707-2007と、題した展覧会を開催した。高校協会はイギリスで主要な位置を占める、考古学的研究ライブラリーを備えている。18世紀初頭以降収集されたコレクションは、現在蔵書数が10万冊を超え、定期観光物に関しては、約800タイトルを数える。 ベトゥースタモヌメンタ1718年、考古協会は、ベトゥースタモヌメンタ、ラテン語で古代遺跡を意味する。というタイトルで、古代の建物や史跡、工芸品等に関する協会メンバーによって、表された論文集の発行を始めた。シリーズの発行は2つ折り様式で、1906年まで不定期で続いた。考古協会最初の定期観光物が、 アーキアロッジア、ウェールズ語で、考古学を意味する。正式名、アーキアロッジア、オア、ミセレーニアストラクツリレーティングツーアンティキティである。最初の巻は1770年に4つ折り様式で発行された。1843年、考古協会は、アーキアロッジアより頻繁に出版できるように、小さなフォームで、イラストのない会記録を出版することを決定した。 最初のパートは1844年に発行され、そのシリーズは1859年まで続いた。2001年から、考古協会は、サロンというタイトルのオンラインニュースレターを各集で発行している。初代会長、ピーター・レ、ネーベ・ジョージ・ハミルトン・ゴードン在1 8 1 2から1846歴代会長は、以下の通りである。ありがとうございます。